午前0時、捜索開始。お腹が、お腹が、お腹が空いちゃったんです。急いで探さないとやばい。大阪梅田で見つけました。朝7時まで、やってる焼肉屋さん。すごいそんな時間まで、食べに来るつわものがいるんだね。ジンジャーエールで乾杯。絶対美味しいやつやんこの瓶は、ジョッキに入れるのも、美味しく、思えちゃう。お店の人元気で優しいよ ナムルと山芋キムチ到着。柔らかくてサクって、感じの山芋キムチが好きです。レバターは、レバニラにバターが入ってるんだけど、私はバター入らないわ、ごめん。炙りユッケは、普通に美味しい、タレが甘いタイプ。生千枚は辛味噌か、塩ごま油かタレが選べる。私は辛味噌が好み、千棒は辛味に似てる、気がする。ロースも美味しい。 ハラミも美味しい。どっちもご飯に合うよ。締めはクッパ。これはハーフがあった。ちなみにこの両夜食じゃ、痩せるわけないあんな、みんなも焼肉ゴリちゃん。夜食に行ってみてね。色々美味しいし、一人でも入りやすいよ。